はい、こんにちは、つけんです。今日は2月の、9日か、現在の時刻11時13分です。今ね、実はねコラボをしている最中で、今日のね河津桜の様子をね一緒に撮ってくれる方がいたんですけど、もうね序盤から喋りすぎて今日中に動画にできることが困難だと判断しまして、今ね交流館に置いてけぼりして、私ね一人でね撮ってきます。ちょっと10分待っててくれと、そこでうるさいから10分待っててくれということでね、まあそのね様子はまた後日動画にしますので、お楽しみください。で、先に言っときますが、今日一緒にね、回ってくれてるのは花ココさんっていう方なんですけどね、このここ最近ねよく名前出てくると思いますが、その方と一緒にね川津を回っています。はい、でこの後一緒にね家まで行って外でお昼食べてからっていうような流れになってますので、またその動画もね楽しみにしていてください。はい、ということでね、今日はね、桜の動画なんですけど、この下流のね八幡橋から下のところから、紹介したいと思います。もうねやっぱり昨日までのあったかさというかね、もう徐々にね、もうねこの辺り徐々に開花が進んでいます。ただこの辺はねやっぱり一番開花が進んでいなくて、一部咲きに届くかどうかぐらいな感覚ですね。でもつぼみはねもう真っ赤っか、ピンクが強いので、もうこれでねあとは咲くのを待つっていうような感じだと思います。はい、今ね上流へ向かって走っていますが、ちょうどこの反対側、対岸が笹原公園、桜の足湯どころのあたりですね。この辺も遠くから見るとつぼみが大きくなって桜もちらほら咲き始めているように見えます。映像だとねピンクが強いので咲いてるように見えるかもしれないですけど、まだまだ一部咲きに届くかどうかぐらいな、この辺もねそんな感じです。はい、次は宝泉橋に来ました。ここから見る桜もね開花が進んで、どうだろう、2、3分、木によっては2分咲きからちょっとみたいなね、2、3分咲きな木もあるけれども、全体的に見たらまだ1分咲きぐらい。はい、まあところどころねでもほんとすげえ咲いてる桜があったりと、今年はねだいぶばらつきがあるというか、これからね原木ですが、この原木もうね完全見頃になっちゃった。すごい咲いたね。今日は走りながらですが、うわすごい、5、6分咲き、すごいな、いきなりすごい咲きましたが、まあねでも町内全体的に見たらまだまだこれからといった感じです。はい、ただやっぱり今みたいな原木のようにすごい咲いてる木がねそのあたりにちらほらあります。まあそんな感じですかね。今日も穏やかな風はちょっと冷たいんですけど、太陽も出ててね気持ちのいい一日になっています。はい、ってことで、まだね置いてけぼれしちゃってますので、もうすぐねそこに帰りましょう。はい、ってことで今日は終わります。つつけんでした。